演舞開演。本日はこちら大麦工房のあちらの大麦味噌汁揚げなすを飲んでみたいと思います。揚げなすなので揚げているということで他より少しカロリーが高いです。これで倍くらいかな、倍級のちょっと恐ろしい気もしますが、それでも49キロですからね。お味噌汁に足すか、まあ、あるいはあるんだろうけど、まあ、いつも通りフリーズドライというわけで豆乳、ナスが見えてますね。では真の主役は下にいますね。これ危なかった。浮かんできましたね、ナスが。では飲んでみます。ナスが上がると生きていますね、これ。お味噌汁のナスというととろっととろけるイメージがありますが、これは表面を揚げていることでちょっとサクッとした歯ごたえを感じることができました。なのでとろっとしたナスはちょっとという方もこれなら飲めるかもしれませんね。もちろん食べ応えもあってわかめも美味しくてとっても良かったです。というわけでこちらの点数をさせていただきました。大麦味噌汁もっと大容量であればいいのに。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。